コーヒーミルク COFFEMILK さん、チャス、AI ズンダモンなのだ。金沢市から輪島市まで片道約115キロ、車で約2時間だ。輪島市から珠洲市まで片道約25キロ、車で約30分だ。ってことで金沢市から珠洲市まで車で行くと片道約140キロ、車で約2時間30分かかるのだ。輪島市と珠洲市はどちらも石川県の能登半島にある町なのだ。輪島市は輪島塗やアワビの産地として有名だ。珠洲市は日本の最北端に位置する町で、キリシタンの歴史や珠洲ショーが有名だ。金沢市から輪島市と珠洲市までは車でアクセスするのが便利だ。北陸自動車道を利用すると金沢市から輪島市まで約1時間30分、珠洲市まで約2時間かかる。高速道路を降りてからは国道249号線を経由して輪島市と珠洲市へ向かう。輪島市と珠洲市はどちらも見どころ満載の町だ。輪島市では輪島塗の工房やアワビの養殖場を見学したり、輪島朝市で新鮮な魚介類を味わったりすることができる。珠洲市ではキリシタンの歴史を学ぶことができる教会や珠洲省の工房を見学したり、日本の最北端にある六郷崎灯台を訪れたりすることができる。輪島市と珠洲市はどちらも自然豊かな町だ。海岸沿いには美しいビーチや奇岩が連なる景勝地がある。山間部には森林や清流があり、ハイキングやキャンプを楽しむことができる。輪島市と珠洲市はどちらも美味しいグルメが楽しめる町だ。輪島市では輪島塗の器に盛られた郷土料理やアワビを使った料理を味わうことができる。珠洲市では新鮮な魚介類を使った料理や珠洲省の器に盛られた料理を味わうことができる。輪島市と珠洲市はどちらも魅力的な町だ。ぜひ一度訪れてみてほしいのだ。